さすがなんですが、皆さん、外役は好きですか？ COD モバイルというゲームには、リリース当初から外役というものは付き物でしたよね。で、今回ね、その世界ランキング1位の人、外役を極めております。これですね、一応ね、プロロードアウトってやつで、この世界ランカーとか、あと使ってるやつ、ね、このロードアウトが見えるってやつ、この前にも紹介したんですけど、これまたランクリセットが来たと。で、この1位ね、8JSTikTok みたいな感じの名前の人の、このロードアウト見てみたんですよ。で、これすごいのが、ドミニアーポとか、サーチとかでも分かると何を使ってるかね。で、今回サーチとかじゃなくて、これですね、ドミニアーポでね、見て HS を使ってるんですよ。HS で世界1位まで行ってて、で、しかもこの人の使ってる迷彩を見る限り、多分この人無課金なんですよね。なんでかっていうと、CX9 もミシックじゃなくて、この通常のやつを使ってるし、MW11 も通常のやつと、で、他の武器も全部無課金なんですよ。だからまあ、無課金でしかも外役を極めて、1位まで上り詰めた男なんですよね。てな感じで今回は、その外役世界1位。いや、世界の頂点、HS で。HS で世界の頂点まで上り詰めたこと、このカスタムがこんな感じとなっております。今回これね、一応ね、ドミニアハーポ用なんで、ちょっとサーチとかチーデスには合わないかもって感じの構成ですね。これでもキル数を盛るんじゃなくて、敵が B に入るのを阻止する用のロードアウト、構成になっているのかな。まあ、キルするっていう構成ではないよね。スコアストリーク構成とかを見る限り。そんな火力出えへんはずやし、このスコアストリーク構成やったら。さて、中に早速行きましょうか。俺はね、まだ疑ってるよ。彼が本当にこの HS で1位を取ったのか。まあ、ワンチャンパーティー組んでる可能性もあるんですけれども、ちょっと今回この、なかなかクソキモ構成でやっていこうかなと思ってます。これほんまに1位取ってんのかな？一旦こういうことを。なるほどね。で、ちょっと相手の武器コピーしよう。多分こっから来るから、一旦コール捨ててます。さすがに来ないか。そこにおんねんな。これちょっと脇変わっちゃってるから、それをちょっと SKS で阻止していってもいいかもしれん。でもこれ取られんな。まあ、2点取るのはねえでしょう。今回とりあえず、世界1位のカスタム使ってるんで、負けることは許されないと。これ多分 UAV ついてないから大丈夫なはず。なんか相手も使ってんな。しかもマーティーでもか。なるほど。OK？こっちワイズゾーン。一旦ちょっと UAV 出して、今回しかもね、スコアストリックも、そんな軽く出ないんで、あんまりね、キル数狙うっていうことは、したくないんだが、まあこういうこと、立ち回りだよね。うん、立ち回り。これでちょっと、相手がキモいと思うような立ち回りをしよう。全然死んでいいよ。今回ね、その DRH みたいな感じに、キル数をね、ゴリゴリ持っていくっていう武器ではないんで、これ中2回終わらない大丈夫か？中2回いそうだったんで、一旦そこでクリアリングして。まあ、こういうことですよね。こういう高いところ、手が届かないところ、かゆいところは、この、ボム投げ物で制圧していくと。で、とりあえず今回勝てばいいよ。で、この HS 対決制していく。ここでちょっとハイドしようか。まあ、こういうことだよね、と。多分今回、俺の仕事っていうのは、相手に、旗を乗らせない。相手に旗を取らせない。そういう立ち回りだっていこうか。で、ここでイコライズ発動と。多分その反対側にいるから、もう一人おる。さすがにこれは連射して、決め打ちして。で、一応イコライザーって、時間制限がめちゃめちゃ長いんで、こういう頭一回使いつつ、で、なんか目の前にいるんでそこ投げつつ、こういうことして、こういうことして、こういうことして、まだ時間半分ありますよ、と。じゃあ、これで反射危なかったね、今。一旦ちょっと引こうか。今回とりあえず死なない立ち回りっていうのも全然あり。どうよ。今回一応ね、火力も全然、うんこもりもり、元気もりもり、いわきの武庫を、一旦、コンパクトグレネード投げといて、で、一応ここで負けちゃってもいいよ。一応ここで負けちゃっても、相手からすると B に乗れないんで、いや、これありかもしれん、ありかもしれん。勝ちにこだわるやったら全然ありやな。まあ、難しさとかもあるからね。どうよ。敵全く旗に乗れてなくない。前押しもできる。ちょっと HS ありかもしれん。本当にお前さんたちはね、キモい侍になった！出ましたね。性格が悪かった世界戦の春だと。本当にお前さんたちはね、弱い侍になった！なんか、スナイパー通報しようぜって言ってるけど、あれ無理なんよ。出たね、弱さ！出たね、彼の弱さ！で、一旦こういうヘイトガイも、できたんですよと。これあかんな。しかも敵今回スナイパー使ってんのか。いやーマジか。これ LK はないんで対応されたのはきつい。まあ、とりあえず今回なんとか GP4 枚っていう、イキリースナイパー、ゼウス85戦みたいなやつがいるんで、とりあえずそいつをカモにしていって、こういうことを、クリップは取らせねえぜと。で、こっちね。このね、武器ね、リロードのタイミングもなかなか長いんで、その隙も見せたくないと。今回一応、全然、死んでもいいんで、とりあえず、ハーポはね、ハーポドミネーションは、キル数じゃなくて、旗にいかに乗らせないかなんで、これか、腰をちょっと待った方がいいね。
こういうことを一旦ここでビビらしておく。でも多分これ俺気づかれてるよな。ちょ、一旦こっちに入ってほしく。上の方が怖いね。まあここでかどましておけば間違いないはず。世界ランカーのおばあちゃんからなだったら。そういうことを。はい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 。入れないね。どうよ。今なんかおったね。はい、ナイス。ここショッカー C 出しといて、こっから来そう。多分来る。それ味方言ってるけど、多分一人じゃ耐えられんはずなんよな。ナイスナイスナイス。いや、今回さ、勝ちにこだわってるけど、全く負ける気がしねえんだが。これ2回おんな。なんか言ってるぞ。ダッシュ1で頑張ってるわ。草、お前のせいだよ。そんなこと言ってる暇があったら早く入った方がいいんじゃないか。早くちょっと B に、め、なんかすっごい俺対策されてない。大丈夫。しかもこれ腹痛ゴリ当てじゃね。俺こんだけ無双しといて、さすがに出されてるってことはないだろう。で、またここに配慮していく。これ結構大事、これ結構大事。なんか嫌なやつおったな。一旦ちょっとゴリ当て見せよう。これでちょっと時間稼ぎいったんじゃない。どうよどうよどうよ。いいねこれ。なんか普通に嫌でしょか。ガチ武器使ってる時より勝率が高いような気がするんだが、だがたかし、もう押せえよ、もう押せえよ。すごいね、この抑止力。すごいね、人体出ましたね。20キルしても意味ないね。なんかほら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 、そうよそうよそうよ。今回でも俺、20キルしてるし。うぃで、まだおんな。ナイスナイスナイス。まあ別にこれあと1点取れるでしょ。やってんねえ、これ。これちょっと俺、新たな時代革命しちゃったかもしれんな。革命かドラゴンって言うてもろって COD 以外の MVP でしょ。ですよね。ちょっとマップの相性も良かったね。まあこれ結論じゃないもん。さてな感じにセカンドランドオートチームレスマッチか。了解了解了解。今日は俺は地球になるぜということで、外役に染まり、外役に染められ、外役に染まってしまった男、カメです。カメです。なんでやねん。外役行くよん。外役チャンネル。とりあえず今回スモークないんで、世界ランカーはね、スモーク持たないらしいです。そして、スッていって、パパ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 地獄が始まるんですね。地獄が地獄が地獄が始まるんですね。地獄が始まるんですね。こっからお前らお前ら生きて返さんぞ、ほんまに。あーっそ、マジなんでこれほんまできんの。 R90 でよくねえかな、世界なんかよな。あ、何やったっけ、 TikTok か。 Hey TikTok か。 R90 でよくねえか。さて、いっちゃうよーん。ステンボどっちどこで。あ、こいつら多分今回俺にビビってない。そんなに怖いか、新世界が。出ましたね、カメックス。さあ、カムサリ行くぞ、カムサリ。ビビりすぎじゃないこいつら、さすがに。さすがに当てられへん。こういうことを、こういうことを、いいよ、いいよ、いいよ。知らん。あれは知らん。あれはもう他の味方に任せるわ。イコライザーたまんねえかな。ちょっかし。トリップマイン怖え。スッて行って、マイン絶対。絶対前やねんよ、絶対前やねんよ。いいぞいいぞいいぞ、これ。おいおい、やっちゃ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 。出ましたね、月光モリオ。月光モリオのモノマネはやめてくれ。いやー、一人の桜森くるるるるるる。外役に染まりな、闇の炎に抱かれな。 IQ です。さて、 IQ ショット出ましたね。アイスバーパリパリバー。おもんないぞ。あ、終わった。ほんまにごめん。お前も死ね。お前も死ね。巻き添え行くよ。巻き添えチャンネル。おもんないぞ。そして、やってんね。何がやってんね。で、21対24か。ちょっとこれ、味方が切り替えてくる。これ、味方多分、連キル、3連キルぐらいしてもらっていいんですよ、味方さん。3連キルぐらいしてもらっていいんですよ。ちょっと、戦況変わるの待とうか。時代のうねりを待とうか。時代がうねるの。そこなんか、タイプ意識おんねんな。それはもうこうよ。この武器ね、いや、あいつなんか、引いてったぞ、引き打ちしてったぞ、お前。後ずさりか、後ずさり。さて、どないするよ。一応そこは危ない、マジでしょ。苦しいね、これ。でもあれか、世界なんかさ、ハーポとかでやってたよな。なんかおる。だから、チーレスやったら、もしかして弱い？センターいるから。いやー、ここに、変わるぞ変わるぞ、時代時代が変わるぞ、これ。革命軍来たー。そして10秒ない待とう待とう待とう、行かないぞ。あと4分の3ぐらいあるんで、こういうこと来たねー。この時代の俺に、俺は好きよ。すっ、うい、止まんないねー。ここにいるんで、やってんねー俺。これがあれか、これが行かないぜっぷー。なるほどな、感じてるぞ感じてるぞ。微妙ですよ。そしてすっていって、いやー、出て出て出て、
42対40、ちょっと待ってよ。俺の成績見てこれ、俺の成績。ちょっといい、全然全然で。味方がちょっと、超えてるが、卵を。卵っていうのはゼロな。ここ。で、フォーク、ワッタンパック。ナイス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 。いや、これ絶対勝てるってお前だ。お前らなら勝てるぞ、これ。カメチャンネルの力見せてやろうぜ、これみんな。そうそうそう。下がっていい。時にはロジャー船長に逃げて欲しかった。出ましたね、シャンクス。さて、出ましたね、ピッコロ大魔王が手下を生む時の効果は。まあ、しゃーない。これでもありかもしれん。あれ、あの、わかったわかった。あの、世界一に、ちょっと、一応言っておくわ。謝罪しておくわ。これ別にハーポとかドミネで使ってたやつやから、チーレス用のじゃないよね。これ壊れてないか。25キルの7です。HS ってさ、弱武器じゃなかったん？まあ、最弱ではなかったけど、強いっていう印象はなかったの、俺、この武器に対して。